はい。それでは本日は一級建築施工管理技師の学科試験、平成26年問63番施工管理法、タイル工事の試験、検査について解説していきたいと思います。問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されてありますのでそちらからもご覧ください。壁面の当時期スタイル貼り工事等における試験及び検査に関する技術として最も適当なものはどれか。1、打音検査はタイル貼り仕上げの全面について行い、浮きの有無を確認した。この問題は正解です。 このタイルの浮きの確認が今回の問題になります。この打音試験というものはですね、音でタイルとかモルタルの剥離を調べるということですね。このように外壁があるんですけども、このタイル割りの外壁をですね、このような今僕が使っている、この指差し棒みたいなもの、これですね、打心用ハンマーというものでこう、カラ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 していきます。ならカラ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 言ったり、コロコロコロしたりするんですけども、その音が変わったらそこはタイルが浮いているという証拠になります。なので、このようなですね、打,打音試験に関しては、タイル全面に 行って浮きの有無を確認するとということになりますなので、えー、ダウン検査で脱、えー、診用ハンマーを用いてタイルの浮きを確認するというのは、まあ、こちらのことになりますので1番に関しては正解です、えー。それでは2番と3番一緒にいきます。セメントモルタルによる後張り工法において引っ張り接着力試験はタイル張り施工後2週間を経過してから行った。3、セメントモルタルによる後張り工法において引っ張り接着力試験の試験体の周辺は 試験に先立ちコンクリーート面まででカッターで切断したこの2番、3番に関しては正解です。まずですね、このセメントモルタルによる後張り工法とか、先張り工法とかあると思うんですけども、ちょっとこの以前の動画のこちらを見ていただきたいんですが、タイル張りの工法にはですね、分類がたくさんされます。タイル張り仕上げというものがあって、それにはですね、先につけるか、そして後につけるか。まずこの4番に関しては、この先付け、こっちに当てはまります。そして2番と3番に関しては、この後張り工法になります。 この後張り工法というのはモルタルを、モルタルなどを重鎮する湿式工法。何も重鎮しない乾式工法になります。そしてですね、この2番と3番言っているのは、この湿式工法にも接着剤をつけるもの、そしてモルタルを貼り付けるもの。このモルタルを貼り付けるものが2番と3番になってきます。これがセメントモルタルによる後張り工法になるというのを覚えていただければと思います。この後張り工法なんですが、この試験を行う上でですね、まず試験の仕方なんですけども、 この接着力試験というものがあるんですけども、こちらに関しては、このような圧着試験機を用います。これ,これでですね、ここに、えー、この1個だけの態度を、えーまあ、用いてやるということですね。この試験をいつ開始するかという時期なんですけども、こちらに関しては、施工してから2週間以上経過してから行うというのがれ、言わゆる施工の定めとなっております。なので2番に関しては、このタイ,ルタイル割り施工後2週間を経過してから行ったと書いてありますので、この2番は正解です。 そして、その後にですね、このように2週間経過してからこのようなことを行うんですが、このようにですね、まず、ここの引っ張り力を高める前に、このようにずっと、カッターで、コンクリート面までカッターを入れていきます。これがですね、この試験体をこうガッと採取する場合にはですね、このモルタルとかタイル面で飛べるのではなくて、コンクリート面までカッターを入れていく必要があります。 なので、試験体はタイルの周辺をカッターでコンクリート面まで切断するということになります。まあ、なぜコンクリート面まで切断するのかというと、タイル、モルタル、下地の剥離を防止するためですね。このタイル面で終わってしまったりとかですね、モルタル面で終わってしまうと他の部分が剥離してきます。なので、一番奥の底の深い強いコンクリートまで一気にカットいってしまう。これが、えー、コンクリートの試験体の試験方法を採,、えー、採取する方法になります。そして、このガリガリ、この切れ目までいったら、コンクリートまでいったら、えーこう こ,こいつが引っ張って、この両サイドがこう押さえて、両サイドというか上下で押さえて、この真ん中で引っ張って、どれぐらいあるかというのを検査していくという流れになります。モルタルの貼り付け工法に関しては0 4ニューートン平方ミリメトル以上必要になるということですね。3番に関してはこちらのことを言っておりますので正解です。それでは最後4番。タイル先付けプリキャストコンクリート工法において、引っ張り接着力試験の 引っ張り圧縮強度はニューートトン毎平方ミリメートル以上のものもを合格としたこの問題は正解です。結論から言うと、これは0 6トル以上のものを合格するということになります。このような試験を行ってからですね、試験を行うんですが、その合格値のことになります。まず、このタイル先付けプレキャストコンクリート工法に関しては、先ほどの、えーまあ、映画だったと思うんですけども、それの後張りではなく先,先に張っていくという工法になります。このプレキャストというものは、前もって形成されたコンクリート。 で、さらにそれに先にタイルをつける。もう先々みたいな感じですね。先に工場で加工して、その後に先に型枠をつけるというようなものが、えー、このタイル先付けプレキャストコンクリート工法になります。現場で組み立てる、えー、型枠にタイルを貼り付けて貼り付ける工法ですね。まあ、こちらの先割り工法に関しては暗記になるんですが、0 6ニューートン毎平方ミリメートル以上のものを合格するというのが、えー、施工の規定,です規定で定められております。 今回の問題0 4ニュートン毎平方ミリメートルと書いてあるので、この4番に関しては不正解になります。以上のことから今回は4番が間違えているので、4番が答えとなります。